ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ、魔理沙、最近さ、いろんな国のことを調べてるんだけど、ドイツにハマってるの。おう、霊夢、いきなりどうした？いや、ドイツってビールが有名じゃない？それでいろいろ調べてたら、いつか本場のオクトーバーフェストに行ってみたくなったのよ。おう、いいな、ドイツのソーセージとかも最高だぜ。でも霊夢、ビールばっかり飲んでると太るぞ。それは魔理沙も同じでしょ？でも、ドイツの食べ物って意外と質素でヘルシーなものも多いらしいわよ。黒パンとか。確かに、ドイツの黒パンは健康志向の人にも人気らしいな。俺も食べてみたいけど、やっぱり一緒にビールも欲しくなるぜ。飲みすぎないようにね。でもドイツって言うと、やっぱりクラシック音楽も有名よね。ベートーベンとかバッハとか。そうそう、ドイツは音楽の国でもあるんだよな。霊夢、ピアノとかやってみたらどうだ？私にはやることがたくさんあるから、あんまり時間がないわ。でも、弾くのは好きよ。それなら、ドイツの音楽でも聴きながらリラックスするのもいいかもな。ドイツって言ったら、最近変な噂を聞いたんだぜ。もう、魔理沙。いきなり何よ。また妖怪絡みの話？それとも新しい祭り？いや、今回はもっとヤバい話だぜ。ドイツのノストラダムスって呼ばれてる預言者の話なんだ。ふーん、預言者ね。でも、ノストラダムスって、あの有名な占い師でしょ？どうしてドイツなの？そこなんだよ。このアロイス・アールメイヤって人が、ノストラダムス級の凄まじい予言をしてるらしいんだ。特に第三次世界大戦のビジョンがヤバすぎて。ちょっと待ってマリサ。第三次世界大戦？そんな恐ろしいこと、本当に起こるの？私たちの幻想郷は大丈夫なの？おいおい、落ち着けよ霊夢、まだ詳しいことは話してないだろ。でもな、この予言、ただのザレ事じゃないみたいなんだ。そう、ねえマリサ、その予言の内容、詳しく聞かせてくれない？私、最近人間界のことも気になってて、もし本当にそんな恐ろしいことが起こるなら、幻想郷にも影響があるかもしれないし。よし、わかった。じゃあ、今日はアロイス・アールメイヤについて詳しく解説するぜ。ゆっくりしていってね。さてと、このアールメイヤ氏の人生、普通じゃないんだ。へえ、どんな人なの？普通じゃないって、どういうこと？そこがミソなんだ。一見すると普通の人なんだが、その人生が驚くほど波乱万丈なんだ。聞いてくれ。うん、聞くわ。それでそれで？ああ、このアールメイヤ氏は、普通の農家の息子として生まれて、第一次世界大戦にも参加したんだ。でも戦後、突然予言能力に目覚めたんだよ。予言能力？私たちの世界にも占いをする妖怪はいるけど人間にも、そんな力があるの？そうなんだ。しかも面白いのは、井戸掘りの会社を始めたのと同時期なんだぜ。井戸掘り？予言と何の関係があるの？実はな、アールメイヤ氏はダウザーとしての能力も持ってたらしいんだ。ダウザー？それって何？簡単に言えば、地下の水脈を探知する能力を持つ人のことだ。へえ、すごいね。でも、そんな能力があったら、お金持ちになれそうなものだけど。面白いことに、アールメイヤ氏は予言の相談を全部無償でやってたんだ。週末には相談者が行列を作るほどになったらしい。え、ただで？でも、そんなことしたら生活できないんじゃ。まあ、井戸掘りの仕事があったからな。でもな、すべての人が彼を信じたわけじゃない。詐欺だって訴えられたこともあるんだ。そうなの？どうなったの？結果は無罪だったんだが、面白いのは証言した7人のうち、2人は全く信じてなくて、5人は正しかったって言ったんだ。難しいね。私だったら信じられないかも。まあな。でもな、霊夢。この人が見た予言が、今すごく注目されてるんだ。え？どんな予言なの？それが、第三次世界大戦についてなんだ。第三次世界大戦？今は確かにいろんなところでいろいろと起こってるけど、本当に起こったら怖いわ。ああ、実際怖い話なんだ。それじゃあ、アールメイヤ氏が予言した第三次世界大戦の始まりについて話すぜ。第三次世界大戦か。本当にそんなことが起きたら、世界はどうなっちゃうのかしら。だが、その前に一番衝撃的な部分を言っておかなきゃならない。え？何よ、そんな怖い顔して。アールメイヤ氏の予言によると、この戦争で1億人以上が死亡するんだ。え？ 1 億人？そんな、想像もできないわ。本当にそんなことが起こるの？あくまで予言だが、アールメイヤ氏の言葉だとそうなるらしい。そんな、どうしてそんなに多くの人が、それはこれから話す戦争の展開と関係があるんだ。
まず、新しい中東での戦争が急速に拡大するところから始まる。中東って、テレビのニュースでよく聞く場所よね。そこから世界中に広がるの？怖いわ。でも、本当のきっかけはバルカン半島って場所で起こるんだって。予言では、地中海っていう海で大きな軍艦同士が対峙し合うことになるらしい。ふーん、地理の授業で習った気がする。でも、どうしてそんな遠い場所の話が私たちに関係あるの？いいかレイム、今の世界は繋がってるんだ。一箇所で起きたことが、すぐに他の場所に影響を与えるんだよ。そっか。私たちの住んでるところにも影響があるかもね。ねえマリサ、その戦争っていつ始まるの？それがな、アールメイヤ氏の予言では、戦争は一夜にして始まるらしいんだ。彼は888か889という数字を見たって言ってるけど、これが何を意味するのかはわからないんだ。数字で予言するの？なんだか占いみたいね。でも、一晩で戦争が始まるなんて、急すぎない？ああ、予言によると、人々が普通に過ごしてる時に、突然外国の兵隊が現れるんだって。そんなの映画みたいじゃない。現実にそんなことあるのかな？普通はないよな。でも、この予言では全てが突然に、そして急速に起こるらしい。東からやってくるって言ってるぜ。東から？じゃあ、日本の方から？ちょっと待ってマリサ、これって本当なの？なんだか怖くなってきたわ。落ち着けよ、レイム。これはあくまで予言だ。でも、アールメイヤ氏の予言は当たることが多いって言われてるんだ。そっか。でも、怖いわね。私たちにできることってあるのかな？この予言、他に何か言ってる？アールメイヤ氏は3という数字も見たらしい。3日か3週間か3ヶ月か、はっきりとはわからないけど、その期間で大きな変化が起こるみたいだ。3日で世界が変わっちゃうの？信じられないわ。でも、3ヶ月ならちょっとわかる気がする。夏休みみたいな感じかな。まあ、3ヶ月あれば何か大きなことが起きるかもしれないな。長い期間だからこそ、いろんなことが変わるってことだろう。次は戦争がどう展開していくかって話だ。アールメイヤ氏の予言では、最初にロシアが大きく動き出すらしい。ロシア？あの広い国ね。確か歴史の授業で習った気がするわ。寒いイメージがあるけど。そうそう。予言によると、ロシアはまずセルビアって国に侵攻して、そこからイタリアやドイツにも攻め込んでいくんだって。そんなに次々と？でも、他の国は黙ってないんじゃないの？ああ、そこでアメリカが動き出すんだ。太陽の向こうからやってくるって予言されてる。アメリカか。強そうだけど、ロシアも負けてなさそう。ねえマリサ、他の国は何してるの？例えば、中国とか？鋭いな、レイム。実はな、予言の中で黄色いドラゴンって表現があるんだ。これは中国のことを指してると考えられてる。へえ、竜って中国っぽいもんね。で、その中国はどうするの？予言では、その黄色いドラゴンがアメリカとカナダに同時に進行するって書かれてるんだ。アメリカとカナダ？ちょっと待ってマリサ。私、地図で見た気がするけど、中国からアメリカって、すっごく遠くない？どうやって攻めるの？そこがミソでな、現代の技術を使えば、海を越えての攻撃も可能なんだ。例えば、ミサイルとか。ミサイルか。やばいわね、でもマリサ、そんな恐ろしい武器を使ったら、たくさんの人が傷つくんじゃ。ああ、そうなんだ。実は予言の中で、もっと恐ろしい兵器のことも語られてるんだ。もっと恐ろしい？そんなのあるの？ああ。例えば、黄色い粉の飴とか黒い箱って表現が出てくるんだ。黄色い粉の飴？黒い箱？なんだか、怪しげな感じね。それって、どんな効果があるの？予言によると、黄色い粉の飴が降ったところでは、あらゆるものが死んでしまうらしい。キモクサも、牛だってだ。そんな。じゃあ、人間も？ああ、残念ながらな。黒い箱の方は、地面に触れる前に爆発して、有毒な煙や粉を巻き上げるんだって。ちょっと待ってマリサ。それって、テレビで見たことがあるわ。原爆、だっけ？すごく怖い武器で、一瞬で街を壊しちゃうやつ。先生も絶対に使っちゃいけないって言ってたわ。でも、まさか、そんなのをまた使うの？鋭いな、レイム。確かにそれに近いものかもしれない。でも、予言ではもっと恐ろしい効果があるみたいなんだ。怖いわ。でも、そんな恐ろしい兵器、本当に使うの？だって、使った方も危ないんじゃ。そこなんだよな。予言では、これらの兵器を使った後、1年間はその場所に誰も近づけなくなるって書かれてる。
1年間も？ねえマリサ、この予言、本当に信じていいの？だって、こんなことが現実に起こったら、私、考えたくもないわ。わかるぜ、霊夢。俺だって信じたくない。でも、アールメイヤ氏の予言、今まで結構当たってきてるんだ。だからこそ、俺たちも知っておく必要があるんだと思うぜ。そっか、でも、知ったからには何かできないかな。この恐ろしいことを、何か止める方法は、そうだな。まずは、こういう可能性があることを知っておくことが大事だと思うぜ。それと、平和の大切さを忘れないことかな。うん、確かに知っておくことは大事よね。でも、聞くだけでなんだか胸がざわつくわ。そうだな、霊夢。俺も聞いてて胸が苦しくなるよ。こんな恐ろしい兵器が使われる未来なんて、誰も望んでないはずだ。でも、知っておくことで、少しでもそんな未来を避ける努力ができるかもしれない。さて霊夢、アールメイヤ氏の予言には戦争だけじゃなく、自然災害のことも書かれてるんだ。え？自然災害？戦争だけでも大変なのに。どんな災害なの？イングランドの東部が大地震に見舞われて、その後大津波が来るらしいんだ。イングランド？あ、イギリスのことね。でも、地震といえば日本のイメージだけど、イギリスにも来るんだ。そうなんだ。予言では、海に面した国々が大きな被害を受けるって書かれてる。津波の高さが家ほどもあるらしいぜ。家ほど？うわぁ、私、海辺に住んでる人のこと考えちゃう。逃げる時間はあるのかな？予言の中では突然起こるって書かれてるからな。それに、たくさんの島が海に沈むって話もあるんだ。島が沈む？まるで映画みたいね。でも、現実だと思うとゾッとするわ。ねえマリサ、他にも何か書いてある？ああ、戦争の終わり際の72時間のことも予言されてるんだ。これがまた、恐ろしい内容でな。72時間？ 3 日間ってことよね。何が起こるの？まず、真っ暗闇が訪れるんだって。昼なのに暗くなる。それから雷と雪が降って、大きな地震が起こるらしい。ええ？昼なのに暗くなるの？それって、日食みたいな感じ？でも、地震まで起きるなんて。マリサ、続きを教えて。どうしてそんなことが起こるの？実はな、予言では外に出ちゃいけないって強く警告されてるんだ。窓を開けたり外を見たりするのも危険だって。外に出ちゃいけない？でも、地震が起きたら避難しなきゃ。あ、もしかして、核兵器とか使うの？だから外が危ないの？鋭いな、霊夢。確かにそう考えられるかもしれない。予言では、粉塵を吸い込むと死んでしまうって書かれてるんだ。ひどい。じゃあ、その3日間は家の中にいるしかないの？食べ物とか水とか、足りるのかな？そうなんだ。予言では、この72時間の間に、今までの2つの世界大戦で亡くなった人の数より多くの人が死ぬって書かれてる。そんな、私、信じたくないわ。だって、そんなことが本当に起こったら。ねえマリサ、この予言、絶対に当たるわけじゃないよね。何か、避ける方法はないの？難しい質問だな。予言は未来の可能性を示してるだけかもしれない。だからこそ、俺たちにできることがあるかもしれないんだ。そうね、私たちにできること。難しいけど、まずは周りの人たちと仲良く過ごすことかな。争いが大きくならないように。あと、もし本当に何かあったら、助け合えるように。いい考えだ、霊夢。予言を知ったからこそ、今できることをしっかり考えていく。それが大切なんだと思うぜ。そうね、未来のために何ができるのかを考えることが大事よね。でも、その後の世界がどうなるかなんて、ますます気になるわ。ああ、そうだ、霊夢、アールメイヤ氏の予言には、戦争が終わった後の世界のことも書かれてるんだ。終わった後の世界か。平和が戻るならいいけど、何が待ってるのかしら。残念だけど、平和だけが戻るわけじゃないみたいだ。アールメイヤ氏の予言によると、まずパリで大きな暴動が起こるらしいんだ。パリ？あの、エッフェル塔がある街よね。どうして暴動が起きるの？予言では、塔を持つ都市が燃えているとある。しかも、それは外国人の仕業じゃなくて、パリの人々が起こすみたいなんだ。自分の街を燃やすなんて、どうして？戦争が終わったのに。マリサ、他の場所は大丈夫なの？残念ながら、イタリアでも大きな混乱が起きるらしい。特に宗教関係で激しい動きがあるみたいだ。宗教？あ、ローマ法王がいる国だよね。確かバチカンっていう小さな国もあるんだっけ。そこで何が起こるの？予言によると、
多くの教会が壊されて、宗教指導者たちが迫害されるんだって。法王さえも逃げ出すらしい。そんな。でも、どうしてそんなことになるの？戦争が終わって平和になるんじゃないの？そうだな。戦争で傷ついた人々の怒りや悲しみが、いろんな形で爆発するのかもしれない。人の気持ちって複雑なのね。ねえマリサ、他の国はどうなるの？日本のことは書いてある？日本については特に書かれてないんだが、ロシアのことはかなり詳しく予言されてるぜ。ロシア？あの広い国ね。そこでは何が起こるの？ロシアでは革命と内戦が起きるらしい。死者の数が多すぎて、道路が死体で埋まるほどになるって。ちょっと待ってマリサ、そんな恐ろしいこと、本当に起こるの？でも、話の続きが気になる。教えて。わかった。予言では、ロシアの赤の広場が、黄色い顔で満たされるって書かれてるんだ。黄色い顔？それってアジア人のこと？まさか、中国が攻めてくるってこと？その可能性もあるな。でも、最終的にはロシアの人々が信仰に目覚めて、新しい指導者が現れるらしいんだ。へえ。結局、宗教が大事になるのね。でもマリサ、本当に信じていいの？だって、世界中がめちゃくちゃになっちゃうじゃない。そうだな。でも霊夢、これはあくまで可能性の一つだ。俺たちがこの予言を知ったからこそ、何か違う未来を作れるかもしれない。そっか、じゃあ私たちにできることって何かな？難しいけど。そうだ、私たちの住んでる場所から始めればいいんじゃない？みんなで協力して、平和な場所を作る。そうすれば、少しずつ広がっていくかもしれないわ。いいアイデアだぜ、霊夢。小さなことからでも、未来は変えられるかもしれないな。そうね、小さな一歩でも積み重ねれば未来を変えられるかもしれないわ。さて霊夢、アールメイヤ氏の予言の最後の部分だ。実は、すべてが終わった後に平和が訪れるんだって。本当？やっと明るい話が出てきたわね。どんな感じなの？まず新しい指導者が現れるらしい。それから宗教が復興して、長い平和と幸福の時代が来るって。へえ。でもマリサ、さっきまでの話を聞いてると、そんな簡単に平和になるのかな？ちょっと信じられないわ。そうだな。予言では人々は祖父たちが始めたところから始めなければならないって書かれてるんだ。祖父たちが始めたところ？ってことは、全部やり直すってこと？うわぁ、大変そう。でも、新しくやり直せるってことは、希望もあるってことかな。その通りだ。苦しい時期を乗り越えた後だからこそ、みんなが平和の大切さを実感するのかもしれないな。そっか。ねえマリサ、この予言の話を聞いて、私ちょっと考えちゃった。今の世界って、予言みたいになる可能性あるのかな？だって、ニュースとか見てると、あちこちで争いがあるし。鋭いところに気づいたな、霊夢。確かに今の世界情勢を見ると、予言が的中しそうな要素はあるかもしれない。この予言、怖いけど、人々に警告してるみたいね。私たち一人一人が、こういう未来にならないよう頑張れってことかな。マリサ、あなたはどう思う？この予言を聞いて、何か変わったことある？そうだな。まずは身近なところから平和を広げていくことかな。小さなコミュニティでの理解と協力が、大きな変化につながるかもしれない。なるほど、私、決めたわ。これからは、もっと周りの人たちのこと考えて行動しよう。喧嘩しそうになっても、相手の気持ち考えてみる。そうすれば、少しずつでも世界は良くなるんじゃない？いい心がけだ、霊夢。俺も見習わなきゃな。でもマリサ、最後に聞きたいことがあるの。この予言、本当に信じていいの？だって、当たらないかもしれないじゃない。そうだな。予言は可能性の一つを示してるだけかもしれない。でも、それを知ったからこそ、俺たちは違う未来を作る努力ができるんだと思うぜ。そっか。じゃあ、この予言は警告みたいなものなのかな。こうならないように気をつけろって。その通りだ。未来は変えられる。俺たちの行動次第なんだよ。さて霊夢、アールメイヤの予言について一通り話したけど、最後に何か思うところはあるか？予言って不思議ね。未来を知ることができるなんて。でも、それを知ったからって、私たちはどうすればいいのかな。そうだな。知識は力だが、使い方が重要だ。そうね。あ、そうだ、予言を知った私たちには責任があるんじゃない？みんなに伝えるべきかどうかは別として、少なくとも私たちは何かできるはずよ。具体的には？例えば、日々の生活で平和を大切にすること。
小さな親切を積み重ねるとか、争いを避けるとか、そういう小さな行動が、大きな未来を変えるきっかけになるかもしれないわ。なるほど。未来は変えられる、か。いい心がけだな、霊夢。それに、この予言のこと、時々思い出すのもいいかもね。油断せずに、でも怖がりすぎずに。そうだな。警告として受け止めつつ、希望も持ち続けるってことか。うん、そんな感じ。ね、マリサ。この話、聞けてよかったわ。怖かったけど、大切なことを考えるきっかけになったもの。ああ、俺もだ。さあ、これからは未来を作る側だぜ。頑張ろうな、霊夢。本日の動画は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。皆さんの感想をコメント欄でお聞かせください。もしこの動画が面白かったら、グッドボタンチャンネル登録をよろしくな。ではまた次回の動画でお会いしましょう。